こんにちは、ライムです。はい、今回新しいワールドですね、カントリーオブザマスケティア、こちらに行きたいと思います。もう全然内容覚えてないな。あ、そうか、ダイブがあった。出たー、苦手なやつ。そうだよな、ゴールリングまでプライズ500ポイント入手しよう。お、これ壊せんのか。おおおおおお、ちょっとスピードが合わないとダメなんだ。これ無理でしょ。これ来て強引に取るっていう。あと160ですか。これメガフレアってどこで使うのがいいんだろう。いていて、あれ取りたかった。あれ取りたかった。あ、開いちゃった。メガフレアって本当どこでどこのタイミングで打っていいのかわかんないんだよな。まあまたね、これブロンズダイバー、あ、シルバーだった。なかなか A 取れないな。バカなの。よし、重視の力を見せてやる。王様、なんでこんなところに。僕のこと知ってるの。何よ、これはジミニーやトロンと同じなのか。いや、でもここはディズニーキャッスルじゃないし、あの世界は眠りに閉ざされていない。どうなってるんだ。どうしたんだい、大丈夫。いや、あの、ここってどこ。君はその鍵。そう、これはキーブレード。わかってる、他の世界から来たんだね。うん、僕はミッキー。実は僕も訳あって今はこの世界で重視をしている。ここは俺が知らない時間に王様がいた世界。その世界が眠りに閉ざされていて、王様が。まだ混乱してるのかい。また来た。俺はソラ、ここは任せて。リアリティシフト、ワンダーコミック。敵をコミックの世界に閉じ込めてダメージを与えるリアリティシフトです。表示された矢印が1つの時は、スティックを使い、2つの時は LR を使って、矢印通り正しく実行するとそのページに描かれている効果が現れます。ちょっと難しい。とりあえず使ってみたいな。ちょっと待って、ちょっと考える暇っていうかさ、もうちょっと猶予くれてもよくない。スイッチ、何が起こった。
言ってるけど。リアリティシフトまだつかめませんね。何が起こってるのかがわからない。ありがとう、君に助けられたね。こんなんじゃ重視失格だよ。とうわはっ、敵はどこだ。グーフィー、もう大丈夫だよ。グーフィー、わっ、ほうほう、目つぶってんじゃねえか。あれ、もうやっつけちゃったの。ドナルドも前に友達になってたかな。うん、初めましてだね。彼の名前はソラ。いつ知り合ったかなんていいんだ。僕たちはもう友達だよ。バッ、トマスさん、グーフィーだよ。うん、友達だ。さあ、僕たちはプリンセスの護衛任務だ。行くよ、ドナルド、グーフィー。待って、俺にもそれ手伝わせてよ。重視でない空にこれ以上危険なことはさせられないよ。それならなおさらだよ。友達が危険なことをしてるなら放ってはおけない。分かったよ、ありがとう。じゃあ、あれやっとく？あれって？ああ、みんなは一人のために。一人はみんなのために。はい、え、回想支援重視隊に任命。おめでとう諸君、たった今これをもって君たちは重視隊の一員だ。俺の見立て通り制服も似合ってるな。さて早速だが、君たちに任務を与える。プリンセスミニーの護衛だ。プリンセスは何者かに狙われているらしい。君たちの手でプリンセスを守るんだ。プリンセスが狙われている。わかりました。そんな急に僕に負けるかな。僕の計算によると、大丈夫みたい。ドナルドは勇敢で、グーフィーは頭がいい。僕は体は小さいけれど、重視としての心は誰にも負けません。みんなは一人のために。一人はみんなのために。グーフィー頭いいとかマジ。頭いいやつは目つぶって戦わねえだろ。あ、そうだ、キーブレード、とどめナックル。お、すごい、パラメーター超高い。とりあえずはまあやっぱり宝箱の回収からいきますよね。これどこ行くんだっていうか、入り口あそこしかないわけね。
庫。護衛任務。ちょっとなんかルールがあるやつかな。うお、なんか来た。ドリームイーター。こちら。敵。いやー。馬車を壊されるわけにはいかない。なるほど。暴君レックスをやっつけろ。炎は四角でガードして跳ね返せ。せい。ああ、なるほどね、そういうことか。おい、いけ。バルムラやったらどうなんだろう。意味ねえよな。さすがに意味ねえよな。受けてみろ。バルーンがしっかり当たるよこれ。当たらず。え？いやしよ。受けてみろ。バルルナで終わっちゃった。バルルナ強いよね。暴君レックスのレシピ、これ作りてー。もう見た目が好みっていう。うわ、なんかいる。プリンセスの護衛はここまでだ。お前も獣士たちと仲良くしてな。バイバイ。さらわれた。王様じゃなくてミッキー。ソラ、ごめん、プリンセスが連れて行かれた。ううん、ソラのせいじゃないよ。僕たちが揃ったんだから、きっとプリンセスを助け出せるよ。そうかな。そうさ、僕たちが力を合わせれば大丈夫。さあ、行こう。うん。見て、馬車があるよ。プリンセスはいないみたいだね。ということは、うん、この先でプリンセスが僕たち獣士の助けを求めてる。そうか、僕たち獣士だもんな。僕たちでプリンセスを助けよう。おい、俺を忘れてるよ。なんだろう、このミニコント感。さ、戻れるんだね。はポータル、20秒以内に全ての敵を倒そう。終わった。はい。さて、早速なので、さっきの暴君レックスとやらのちょっと作りたいな。多分ね、多分素材足んねえと思うけど、どうせ素材足らないでしょう。これ Z
全ドリームイーターの中でも1、2を争う凶暴のドリームイーター。全然足らないね。何も思ってない。スドケラトプス、ん？何これ。カエルシェフランク F って書いてある。オークンレックスが作りたいんじゃ。ないっすね。うん、もうちょっと頑張んないとダメか。ディフェンダー、何ディフェンダー、ディフェンダーって何。ブリザードガード、ガード系が多いね。デンデンカルゴ、ここ開けないとダメなのか。まずちょっとガードアップが欲しいな普通に。はい、ということで出発します。ほっはっほっ、それ受けてみろ。普通に来るとこんな道があったのか。壁蹴りで行っちゃうけど、あ、向こうにでっかいのがある。よし、なんだろう。ファイガーでもファイガーって単体なんだよね。ボス相手なら使えるか。魔法は結構あれだよね、ボス向きっていう感じがするよね。どうだ、ゼログラビラとか逆にボスには効かないけど。どうだ、浮いてる。どうだ、おおおお、ゾウに殺される。あぶねー、ザコに殺されるとこだった。なんだこいつ。
あそこに宝箱あるよね。な、転がってきたし。さっきのやつか。嫌がらせしてくると。あの宝箱をどうやって取る？お、いけた。壁切りしてれば当たんねんじゃね。宝箱はないよね。ほらこの野郎、逃げた。早い、逃げんの早い。おい、いて攻撃力がやばい、攻撃力やばい。あー、おー、危ねー、死ぬ。お、こいつらに効く。あー、おー、危ねー、危ねー。わあ、危ねえ、危ねえ。助かるわマジで。このタイミングに回復して、1体、あ、2体片付いてる。おお、おお、コウモリくんを片付けてくれた。ソラ、ありがとう。君のおかげで王女様を助けることができたよ。そっか、よかったな。ええ、彼のおかげ。悪者だ。え？やっつけたと思ったか。甘い甘い。だったら今度こそやっつけてやる。待ってソラ、グフィー、なんとかならない？どう、何か思いついた？いいこと考えたんだけど、やってみる？もちろんさ。そげうまくいった。やった、僕たちやったよ。三重師のお手柄だ。やったぞ。みんなは一人のために、一人はみんなのために。いや、ファンキーだな。ミニーの髪型もファンキーだけど。はあ、ああ、あれは何だろう。ん？どうしたんだ？おーい、待ってよ。グーフィー、どこ行くんだ？どうしたんだいソラ、そんなに急いで。ああ、ミキ、グーフィーがどこかへ行っちゃったんだ。グーフィーが？一体どうしたんだろう。どうしたんだいドナルド。落ち着いて、最初から説明して。まさか隊長が僕らを重視にしたのに。あれは嘘だったんだ。嘘？でも嘘
も本当でも、重視が危険から逃げるわけにはいかない。だったら、重視をやめればいいでしょ。ドナルド、待って。隊長の悪巧みを止めよう。そうだよ、俺も手伝うから。頼むよ、一緒に頑張ろう。友達だろ。やっぱりダメ。あれぜ。ドナルド！ドナルド！ドナルドはきっと戻ってきてくれるよ。ありがとう、ソラ。体調が悪者だったんだな。一体どんなやつなんだ。どんなやつだって？こんなやつだ。やっぱピートをこうでねえと。うにゃ。知らないやつがいるみたいだな。おい、お前ら相手をしてやれ。ピート隊長、重視に与えられた力によってあなたを逮捕します。そいつはいいな。じゃあこういうのはどうだ。この拳に与えられた力によってお前をぶっ飛ばす。メッキー、ソラ、ソラ、ドナルド、グーフィー、ミキは？ミキはモンサンミシェルに連れて行かれたよ。あそこには潮が満ちると海に沈んでしまう力があるんだ。きっとそこに。大変だ、すぐ助けに行かないと。でも何言ってるんだよ。ドナルドとグーフィーはミッキーのことが心配になって戻ってきたんじゃないのか。それに俺たちはずっと友達だっただろ。そうだね、僕たちはずっと友達だ。さあ行こう。はい、ということでね、モンサンミッシェル向かおう。そういえば、そろそろ陸にドロップしそうな気がするんだが、海岸へ向かう？塔への道、海岸だよね。作れるようになったりするかな、素材。ポータル。ダメージを3回以上受けないようにしよう。いつの間にかダメージ食らってたりするんだよな。受け。やばい、一回食らった。オッケー。やっぱそろそろ寝るわ。ソラさん寝ちゃうわこれ。
けいけ。どうだ、受けてみろ。あと30秒。あの宝箱だけ回収したいぜ。 OK。あーやばい、回復したい、回復させて。あぶねー、あぶねー、あーあぶねー、今死んだかと思った。アタックブーストでいいよね、スピリットリレイズ。でもあんまスピリットが死んだことってないよね。マグネスパイラル、あこれか、マグネスパイラルそんなに強くなかったっけ。はい、というわけで陸編もなんだっけ、カントリーオブザマスケティア行ってみたいと思います。ダイブからだね。陸編のダイブは何だろう。ああこいつか、イカゲソードを倒せ。一回その辺かなんかで戦ったやつかな。よし、よし。で、これでさすがに終わりじゃないよね。ああ、まあそうだよね。そうだろうね。これはあと4回やんのか。隠れるってやつか。押し押しし、あー1個しか壊れない。うわ、4つになった。危な、危な、おおおお、4回攻撃になったぞ。おお、動くのかよこれ。動くのかよ。行くぞ。え、攻撃させてくれねえし。動くのか。おお怖え。はい終わり。
これ A 取れたでしょ。これ A 行ったんじゃない？え、B かよ。もうちょっと時間早くないとダメか。あれはピートか。どういう世界なんだここは。どんな世界にせよ、あいつは放っておくわけにはいかないな。リクは察しがいい。ほんと察しがいいぜ。オペラ座に向かったピートを追いかけよう。リクの装備も変えてあげないとね、とどめなくる。フリーフローアタックで3回以上ダメージ与えよう。ライオンがいる。さあ、いつも通りとりあえず宝箱の回収から。当たってないよー、リクさん。リクさん当たってないよー。なんだこのライブ、強え。消えろ。はっ。2つある。分けてたのか。これまでだ。ダメージを3回以上受けないようにしよう。うわい、敵いっぱいいる。
なんだ、あ、なんかプライズがいっぱい出てきたね。 HP 回復するやつ。広いな広いなこれ。下も行けるのか。上にいる。行ける場所多すぎない？どっち行ったらいいのやら。何もなくてここも行けないと。上は行けないね。とりあえず上は何もないっていうことだね。来たか。ん、宝箱がある。行けないけど、ここ行けるだろう。ということはこっちしかないと。舞台だね。何が始まるんだ。あれはミッキーたちのつもりか。しかし、あいつらはどこの世界でもいつも一緒なんだな。ピート。何？あれを本物のミッキーたちでやりたいってこと？20秒以内で全ての敵を倒そう。あれ、あと舞台の上にいるような気がする。あれ違う、いた。お前か、お前か。舞台の上にいたの俺のスピリットだった。自分のスピリットだったよ。これっぽいね、ライオンの素材。やっぱライオンいっぱい倒せば多分作れるよ。ウォークンレックスは作りたいよな。あとあの名前わかんないけどライオン。フレンドポータルちょっと使ってみ。おお、
これ使いたい。はい。なんだ。ミニ。ありがとう、助かりました。どこへ行くんだ。急がないと獣士たちが危ないのです。何があった、詳しく聞かせてくれ。あなたは。リク、ミッキーの友人だ。舞台に危険な仕掛けがしてあって、ミッキーたちを誘い出して罠に陥れようとしているのです。装置はここで操作できるのですが。後ろに、後ろを。はあ、やばいやばい、これを忘れるとこだった。あれ、なんで出ちゃってるの。おい、何してるんだ。ボスがお待ちかねだぞ。あれです、あの装置を取り返してください。わかった。逃げるな。回想シーン、囚われのプリンス。いやミニコントだね。無礼ですよ。これはこれは女王陛下、ご機嫌麗しゅう。ピート隊長、これはどういうことです。なに、大したことじゃありません。俺様がこの国の王になるだけの話です。ミニー王女の宣言で。なんですって、そんなことを私がするとでも。もちろん王女本人にしていただこうとは思ってません。王女の偽物に宣言させるんです。その間王女には黙っていてもらおうと。そんな悪巧み、ミッキーたち獣士隊が許しませんよ。ああ、あいつらにはここで消えてもらうから心配ご無用。おい、準備は整ったか。バッチリですボス、さっき試してきた。やつらペシャンコですよ。よし、お前らそいつをなくすんじゃねえぞ。女王は舞台裏の特等席でお待ちいただけますかな。さあ舞台の幕開けだ。めちゃめちゃ雑。うわ、またこれか。シャドウブレイカー、名前がすごくかっこいい。闇属性の回転攻撃を放った後、ホーリー属性の回転攻撃を放ちます。はっ、消えろ、くらえ、
こんなところに宝箱が。よし、原口アヒルのレシピ。上があるぞ。上があるけど行けなひ、行けなひ。本当はこうやっていくもんなのね。普通に壁蹴りで行っちゃったけど。消えろ。それで、お？あいつが出てきた。いいな、あそこも開くと。これまでだ。シャドーブレイカー。うわ、あんなところが宝箱か。あとビーグルボーイズ残り2人。よし、ブリザが。で、ここが開いたよね。はい、消えろ。はっ、くらえ。セーブポイント。ということで今回の動画はここまでにしようかな。次回は残りのビーグルボーイズを見つけてピートをやっつけるという話ですね。それではご視聴ありがとうございました。